まず1個目、じゃじゃん、音聞いたの、これは何やこれ、え、パーパラパラパッパッパッパラパッパッパッパラパッパッパッパラパッパラパッポンということでですね、毎度おきになんでやねんでございます。2020年神宮阪神タイガースショップ福袋買ってきた動画でございます。今年は阪神タイガース福袋見事ゲットできましたんですね。中身を早速開封していこうと思います。まず1個目、じゃじゃん、音聞いたの、これは何やこれ、え、あ、これは聞いたのですね、貯金箱ですね。まず聞いたの貯金箱、2つ目がじゃじゃん、江戸虎、この神宮店限定のハーフタオルハンカチ、これレアですよ、あの神宮店限定ですから。はい、3つ目、じゃじゃん、これもですね、聞いたの、これ名前書いてへんもん、あの目につけるやつ、こういうやつ。はい、3つ目、こちらでございます、アイマスクかな、聞いたのアイマスク。4つ目ですね、これは可愛いと、マスコットメッセージタオル、あと1球ですね、これあと1球タオル、これは可愛い、あと1球タオル。続きまして、タイガース2007年ビジターユニフォーム LL サイズ、そしてそしてこちら、ババン、ユニフォームティッシュカバー復刻版ですね、かわいいこれ。続きましてこちら、ババン、ぶち破れ俺がやるシーズンロゴクリアファイルと缶バッジセット、こちら阪神タイガース必勝祈願マキエシールと近本選手ウルトラ夏のジャージの近本選手のボールペン、そしてそして残り2つ、キータの小銭入れ、キータの小銭入れ緑、そしてこれが目玉になると思われます、ユニフォーム、あ、糸井選手の、ビジターユニフォーム。はい、ということでですね、以上合計ですね11点入って、2万5000円相当が入って5000円で手に入れられましたんで、こちら全て視聴者の皆様にプレゼントいたします。新春プレゼント第1弾ということでね、こちらの福袋の中身全部プレゼントします企画ですね。プレゼントの詳細はですね、なんでやねんと佐々木カルパッチョくんにもつぶやいてもらってるツイッターに詳細は全部記載させていただいてますのでですね、そちらを見てですね、ツイッターの投稿をいいね、リツイート、そして佐々木カルパッチョくんとなんでやねん佐々木のチャンネル登録をお願いいたします。もしわからないことがあればツイッターに、そしてこの概要欄にもね詳細書いておきますので、そちらをご覧になって応募の方をたくさんお待ちしております。以上、なんでやねんの2020阪神タイガースショップ in 神宮店の福袋全部プレゼントします動画でございました。皆様の多数のご応募お待ちしております。おー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 、阪神タイガースになんでやねん。